ヒアデス星団は、大牛座に位置する三階星団である。一等星、アルデバランの近傍に広がる、V 字型の星の集団で、大牛座の顔の位置にある。日本ではその形状から釣り金星と呼ばれていた。距離は1982年に降りん、月境によって142光年の値が求められ、今日では150光年と考えられている。直径は30光年ほどと推定されている。 2007年には日本の国立天文台を中心とする研究グループによって星団を構成するオウシザイプシロン星にガスジャイアントが発見された。この星団はメシエカタログにもニュージェネラルカタログにもリストされていない。同じオウシザの三回星団であるプレアデス星団よりも若干地味ではあるが約40個ほどの明るい星がある。 目視状正段内に位置しているアルデバランの距離は65光年ほどであり、正段の位置する150光年よりもずっと手前に位置しており、この正段自体には属していない。正段は一角重在プシロン星の方向に向かって秒速4 0トルほどで移動している。ギリシア神話では、ヒュアデスは巨人アトラースとプレイオネーあるいはアイトラーの間に生まれた七人芝居とされており、 プレイヤーデスの七人姉妹とは同母あるいは、異母姉妹の関係にある。中国では、筆と呼ばれる。天の赤道体を区分した二十八宿の一つ、筆塾に該当する。藤井明、全天性運勢団ガイドブック成分同進行者1978年。ABCDE、シンバド、アストロノミカルデータベース。リザルツフォーハイです。2012年5月3日閲覧。 ありがとうございます。